やっと試験に受かったと喜び勇んで歩く並木道。はい、どうもみんなの気になる茶の間です。今回はこんな動画、見ての通り前方に幅広の重トレが走るんだけど、この動画はわしがキャンプに行った帰りにキャンプごとを話しながらチャー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 動画を撮るよったんじゃけど、まあ信号待ちでバッと入ってきた。それを見ながらずーっと喋りよったんだけど、もうこの人の重トレのその幅いっぱいいっぱいじゃが、これ見てわかる？線な、右も左も幅いっぱいいっぱい、幅広の重トレじゃけ、何メートルあるんかわしは詳しいことは知らんのんだけど、このライン取り、ライン取りっていうのが正しい言い方なのかどうなのかちょっとわからんのんじゃけど、車線いっぱいいっぱいで走るこの人の幅の、なんていうかな、幅、車幅感覚っていうのにもう見とれてしもうて、もうキャンプごとチャーチャー言うのやめてちょっと撮ってみたんよ。ずーっとな、無言でな。今これは後から音声を吹き込みおる声じゃから。で、ここの道は岡山県から鳥取県まで続く国道53号線、総距離が 138.5km の対面通行の国道。結構な、ここは普通のトラックもバンバン通るとこで、わしらも通るんじゃけど、うっというちょっと狭いとこもある。でもこの人のな、車幅感覚言うたらな、一個もな、はもういっぱいいっぱいで、これ見てわかるだろ、いっぱいいっぱいなんだけど、線から一個も出んのな。もうびっくりして、慌てても喋るのやめて取り出したんだけど、わしも詳しいはねえんじゃけど、幅広のトレーラーって何メートルあるんかもわからんし、この道幅も何メートルあるんかわからん、わからんけど、もういっぱいいっぱいよ。それをな、ここまでうまく操れるこの人の車幅感覚ってすげえなと思って。どうもやん、すげえよな。やっぱりわしらこんなカーブとかでもケツはみ出たりすれへん。どう、みんなちょっと乗りおる人がおったらどんな感覚で走るんか、何を見てこの幅を感じ取るんか教えてほしいんじゃけど、昔はな、幅広の重トレに乗っとる人は心臓に毛が生えとるや、こう言うてからわしら酔ったんじゃ。どういう意味で使いよったんかもわからんのじゃけど、重トレの幅広は心臓に毛が生えとる人しか乗れん言うて酔ったんじゃけど、少々なんていうかな、ガードレールにぶつかろうが気にせず進む、そんくらいの気合がいる。いや、おえんのんじゃけど、おえんのんじゃけど、そんくらいの気合がねえと幅広には乗れんみてえな話をなあ、ドライバーやこと話をしょったんじゃけど、この見てこれ、このカーブ一個もブレマー。まあ一応今この全体的にぼかしを入れとるから、ブレと一応見えんようにっていうことで入れとんじゃけど、こういう車両って何メートルあるん？そしてこの国道と言われる道の幅って何メートルあるん？それぞれなんかな、幅広でもそれぞれ幅があるのかどうなのか、全然もうわしが無知だから全然わからんのんじゃけど、まあとにかくこの人の車幅感覚はもうピカイチじゃけ、勉強させられた、ほんまな、見習わにゃいけんな思うて。わしらこうフラ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 するからの、もう前方から来るのびっくりするようなフラフラするんじゃけど、この人はすごい。っていうことでキャンプの動画もな、後日出すけ、雪中キャンプやこうやってきたりこうしたけ、後日出しますんで、この続きは
またほんならみんなこの車幅感覚をじっくり見ちゃってよ。チャ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 のしゃべりだったらじっくり見れまわけ。まあ見てやってください。どうぞ。バイなら